久保さん。今回知らなくてもいい情報にしましょうか。知らなくてもいい情報。あのー、今さっきね、個別動画でね、ちょっと強めに打ったんですけど、な、なんか、今度商品販売するんですよ。で、それ、そ,んでそれに対して、あの、なんかいろんなサービスに、 が、まあ、僕が扱ってないんですけど、吉田さん、こんなサービスあるんですけど、こんなサービス、ちょっとリサーチしましたと。まあ、今はね、ゼロワンっていうのを案内してるんだけども、いろいろ自分でリサーチしたら、こういうサービスもあります、こういうサービスもあります、こういうサービスもあります。吉田さん、これどうなんですかみたいなっていて,て、ね、知らねえみたいな <laughs> 俺が売るのはゼロワンなんだみたいなね、話で。まあ、すげえ言ったんですけど。なんお客様が詳しいですよね、やたら。うん。その情報必要あるっていう。 あのー、僕はその一択集中でこうやってるんですけども、あのー、熟成さんの情報も見ないんですよ。な、なんでかっていうと自分の発信に集中するので、まあもちろんそのコンサルとか、そのワンツーコンサルとかね、そういうのだったらまあ見たりしますよ。いや、それはそのワンツーコンサルでその、例えばメルマガの内容を見てアドバイスするとかするので、そういうサービスなんで、それはしたりするんだけども、 なんだ常時ね、あの、熟成さんのなんか動きを見て、監視,監視して、見て、なんかやるっていうのは全くしないですね。うん。それもな、なんかお問い合わせが来ればね、まあ、吉永さん、こういうステップメールを書いて、あステップメールを書いて、コンバージョンがこれぐらいだったんですけど、もうちょっとコンバージョン上げたいんですけど、ちょっと改善点ありますかちょっとステップメールの文章見てくれませんかみたいなお問い合わせが来れば、それは見えるんですよ。 それは来れば見るよね。サポートするのは仕事なんでだけど、なんか常時自分からを見に行かないんですよ。ね。でもお客さんって自分からいろんなメルマガとかね、いろんなの、いろんなラインアット登録するんですよ。で、結局ブレるっていうね。<laughs> もうブレブレになるっていうね。うん。だからまあ、自分の主軸はどこにあるのかって話ですよね。自分、まあ僕の場合は発信するので、 うん、発信が主軸なのでまあ確かにその情報はね、うん、必要なんだけども発信がもう全てなのでうんだから自分はもうなんだろうな久保さんもわかると思いますけど湧き水のごとくうちからどんどん出てくるんですよ情報なんかはまあ過去の経験もめちゃめちゃあるんでだから見なくても出せるんですよでもそのなんだろうなうーん お客さんが欲してる情報ですよね。マーケットインで考えるならば、僕だけの情報だとちょっときつい部分もあるんで、マーケットインというかね、その、今の話題とかね。まあそういうのもたまにね、見たりとかしますけど、そのトレンドですよね。うん、まあ何が言いたいのかっていうと、必要な情報は、ん、一部でいいってことですね。一部で。例えば、なんだろうな。 まあ、久保さんが転売の話してましたけど、カメラ転売か。久保さん、今、まだにカメラ転売で稼いでる人いますよ。僕の熟成さんで。<laughs> そう。カメラ転売はね、あのね、カメラはカメラでいいところがあるんですよ。だから、なんだろうな、小説って売れなくなりますかって話で、これもいろいろあるんですけどね。あの、確かに iPhone の機能はめちゃめちゃ上がってね、これから iPhone で十分だよ。そうなんですよ。 だけど、一眼は一眼の良さがあるんですよ。小説には小説の良さがあるんですよ。うん。だから、まあそんなにその、なんだ、あの、なくなるとはないと思いますけどね。もう僕も一眼持ってて一眼で撮るんでわかるんですよ。めちゃめちゃ一眼の良さがね。うん。まあインスタも一眼で撮ったりとかしてますし、一眼で動画も撮りますけども、やっぱ一眼は一眼の良さがあります。うん。なんかね、あとはね、その、 だからその、キットの良さですよね。うん。<laughs> キットの良さってあるじゃないですか。久保さんが保有したいキットの良さって、それと一眼って一緒みたいな感じですよ。感覚的には。うん。キットにはそう思うけども、一眼レフには久保さんはそう思わないだけであって、感覚的には一緒ですね。うん。そう。一眼はまだ多分全然なくならないと思います。うん。で、なんだっけな。一部の情報でいいってことですね。 うん、例えばそのそうそうそうカメラ転売をやるんだったらカメラ転売もやりながら情報発信、えー、のなんやり方もなんか得てあのなんだう仮想通貨も得てなんや<ー> FX の情報も得て株式投資のね、えー、情報も得てみたいなね、うん、そんな処理できるっていう <laughs> 処理できないですよ いや、そんなにね、マルチタスクで全部処理、FX も処理できて、えー、仮想通貨も処理できて、情報ビジネスのやり方、マーケティング、リストマーケティングも理解できて、何その、カメラ転売も理解できて、天才ですね、と。いや、もうそんなにできるんだったら、もう成功してますよ、多分。そこまでマルチタスクで全部、情報を、あの、なんだ、分解して全部理解できるんだったら。どうすかな、ね、久保さん。できますか一変に。 だって、いっぺんに情報を取ってるんですよ。いろんな人のメールマガいろんな人のライン。え、そういう情報処理できるんですかみたいな。いや、無理でしょ、と。で、情報処理できないのに情報見てるんですよ。え、つまり、え、時間の無駄じゃないですかって無。無駄というかね。もったいなくないって話ですよね。処理できないのに見てるわけですよ。時間は有限です。うん。時間有限なんでね。 情報は絞れとかにしておきましょうか。はい。情報は絞れ。いってらっしゃい。